はい、皆さんこんにちは。ピカです。はい、前回ですね、ドラゴンクエスト8冒険していきましょう。はい、前回ね、ミーティアと、チャンゴズ王子のね、結婚式のために、サザンビーク城にここ来ているんですけども、まあね、この動画ですね、撮った時にぶっ壊れてまして、で、もう一度ラプソーン倒して、で、ここに戻ってきたんですよ。で、まあ前回ね、順番的にどうなるんだ？前回ラプソーン倒したんですけど、その後僕はその通りの続きやって、で、エンディング迎えまして、で、それから、竜神の里に行ったんですよ。で、僕の描いていたエンディングと違うぞということで、調べてみたところですね、まあ、ミーティアとのラプソン倒す前に先に竜神の里行って、で、このある指輪をもらってですね、はい。で、まあちょっと混乱してますけど、まあ、指輪をもらって、で、これが本当の真のエンディングと言われているエンディングに結びつく、みたいなんですけどね。ちょっと順番がこんがらかっちゃうけど、まあ、この後、まあ、一応、竜神の、この指輪はどうしてもらったかというのが、竜神の里、この次の動画に出ておりますんで、まあ、ちょっと、順番がちょっとね、違っているんでね、ほんと申し訳ないですけど、まあ、撮り直ししております。はい。で、ククールが、指輪持っているんだろ？それをグラビウス王に見せてみたらどうだ？グラビウス王もお前が亡き兄の息子だって分かれば考えを変えるかもしれないぜ。はい。まあこれはね、ここの部分はね、前回、まあククルがクソーっと悔しがっていたところなんですけど、そこと、セリフが違ってきています。はい。それじゃあ、やっていきましょう。一か八か話をつけに、鳳凰の館へ行ってみろよ。さあ、行ってきなよ。これだな。わかったぜ、ククール。もう、ピカもその気だな。おい、王様。王様、ちょっと待ってくれないか。ややお前はピカ、覚えておるぞ。かつて王家の家宝である魔法の鏡をくれてやったな。どうしてお前がここにいるんだ？何かわしに大事な話があるようだが。グラビウスにアルゴンリングを見せますか？はい。この指輪は、アルゴンハートを石に使ってるな。どこで手に入れたのだ？さすがのわしも頭が混乱してきそうだよ。今のピカのようにな。そうです。僕も動画ぶっ壊れていたんで、もうめちゃくちゃね、頭くっちゃくちゃになってますよ、本当にね。ファイルね、編集しようと思ったらね、ブリブリブリになってますよ。 だがお前が我が兄、
エルトリオの息子だという話は本当のようだな。でなければ身内しか知り得ない情報をそこまで知る由もないであろう。思えばわしが、もし兄が国を捨ててお前の母を追いかけていなければ、今頃は兄がサザンビークの王のはずだ。そしてお前が王子として生まれていれば、ミーティア姫と結婚するのはお前だったかもしれん。だが今さら何を言おうが、それらは全てもしもの話だよ。王位継承権を持つ者が新たに加われば、国が乱れるであろう。お前を認めるわけにはいかんのだよ。悪く思わないでくれ。話は以上だ。もう帰るがよい。何ちょっと待って。ここでお前に王位を譲るって言うんじゃねえのか。また俺ちょっと中途半端に読んだせいでござるか。ん、王よ。何、この後また進展あんのか。しょうがない。今日のところは引いてやろう。帰り道わかんなくなってきた。こっちだ。で、わしはどこへ行けばよいのじゃ。わしはどこへ行けばよいのじゃ。あら、そして夜が明けた。おはようございます、兄貴。もうじきミーティア姫様の結婚式が始まるでガスよ。せっかくここまで来たんだし、式に出られなくてもせめて近くまで行ってみましょうや。じゃあ足は一足先に式場の大聖堂の前へ行ってるでかすよ。はい、というわけで、ここからね、ここで前回終わっていると思います。でね、今回、この続きやっていきましょう。この指輪のね、出どころは、次の動画で最終回になるんですけども、次の動画、見ていただければ、全てわかると思います。次の動画のね、コメントも最後のね、今まで見ていただいてありがとうございましたっていうコメントの中でも、真の動画見られなかったって嘆いていますけどラプソンをね、何回も倒せるみたいなんで、やってみたらまたね、ここ行けたんで、それは気にしないでくださいね、アホがなんか言ってますわみたいなね。はい、それじゃあやっていこう。俺と同じバンダナしてるじゃねえか。トローデンとサザンビーク両家の王家と王子と王女がお前結婚するって約束がすんげえ昔からあったそうだぜ。なんでも新郎新婦の祖父の代に交わした約束らしいぜ。大聖堂の前は野獣までいっぱいだぜ。どいつもこいつもトロデン国の姫君の花嫁姿を見るために集まっているのさ。そうです。はい、あそこにゼシカとククールがいるぜ。
やっと来たかピカ。もう結婚式は始まってるようだぜ。なに、始まっているだと？あんだけ人が多けれよ、どさくさに紛れて何かやらかしても大丈夫なんじゃねえか。ブスッとね、ブスッと行きます、ね、行かせてください。ミーティア姫様も頑固よね。いくら先代の約束でも嫌ならやめればいいのに。私ならやめれるわ、やめるわ、ね、あんただったらね、暴れてメラゾーマ 2,3 発ぶっかけかもしれませんね、うん、って私は思うんだけどね。一国の姫君ともなるとそういうわけにもいかないのかな。そういうわけなんですよ、戦略結婚なんでござるよ。ここにヤンガスも嫌がる。まったくすごい人手だね。これじゃちっとも見えやしないよ。どうしたんだ、結婚式はもう始まってるのか。花嫁のミーティア様ってものすごく美人なんだって。私もあやかりたいな。わしは新郎新婦よりも新しい法王様を見たいですじゃ。しかしここじゃ何も見えん。おめでとう、おめでとう、ミーティア様、ジャゴズ様。うわ、そんな押さないで。ヤゴス。おお、兄貴、来てくれると信じていたでガスよ。さあ、こっちこっち。兄貴の出番でゲスよ。さてと、ここまで来たらあとはあの邪魔くさいえのきだけ野郎をどうにかするでガスか。よし、わかった。待て、それ以上近づいてはならん。両王家の結婚式が済むまでおとなしく待っておれ。それともまさかお主、この結婚式に招待されたとでも言うのか。嘘つきめ、すでに招待客は全員揃って大聖堂の中にいる。まさかお主、腕つくでも中に入るとでも言うのかな。そうだ、なんだと。おりゃー、つきありでござる。ここは足に任せて兄貴は行ってください。わかった。なぜ姫が来ない。ミーティア姫はまだか。何のつもりだ貴様、僕の結婚式を台無しにするつもりか。くそ、ごへい、今すぐそいつをつまみ出せ、トカゲのように。やめておけ。待て、その必要はない。そこにいるピカにはこの式に出席する権利があるのだ。ピカよ、お前を花嫁と花婿と認める。花嫁、
花嫁にしたらお前こいつのお前嫁じゃねえか。ゴリンチューってこいつは何父上ほどのお方が何をわけのわからないことを。花婿はこの僕でしょう。このヘアスタイルが目に入らないのですか。このリングは昨夜そこのピカから預かったものだ。それはもしやアルゴンリングなのでござるか。なぜだ。王家に生まれ王者の儀式を済ませた者しか持っていないはずなのに。この指輪は兄のエルトリオの遺品。ピカはわしの兄であるエルトリオの息子だったのだよ。先にガーンってなるのやめてくれないか。遺言に従うなら兄の子であるピカこそミーティア姫の夫としてふさわしい人物。ここの右にいる豚ではなくな。何ブヒー。そんなの納得できません。ブヒー、ミーティア姫の言い名付けはボクタンだったんだ。だから結婚するのも この僕のはずだ。ブヒー、取り込み中失礼します。ただいま伝令より花嫁の準備が整ったとの報告が入りましてございます。ブヒブヒブヒ。扉を開けよ。花嫁の入場だ。つまみ出されています。ゴリンチューです。やったぞおい。やったでガス兄貴。ブチュー変わるでガス兄貴。父様、いつの間に。よいのじゃ、乗れ。
はい、この後ですね、まあ壊れた動画の通りにね、ちょっと竜神の里まで行くんですけども、まあそこのところをね、ちょっともうちょっとだけスムーズにつながるように実況していきたいと思います。はい、そしたらそこまでちょっとワープしましょうね。はい、お、着いたのか。我が最愛の人エルトリオ、ここに眠る。願わくばその眠りの安らかにならんことと刻まれている。エルトリオって誰だ。あったった。まあこれはヤンガスちょっと命令にしたと。で、タルミリとか大魔神ギリ、まあこれはほとんどヤンガスの大魔神ギリにかけるしかないからね。体力あるから結構いけ。よし、やっちゃった。よし、もう一回言ってくれヤンガス、頼む。お前だけが頼りなんだ。頼むヤンガス、言ってくれ、決めてくれ。スパッと一発コリンチュです。6万もらっちゃった。よし。これは勇気ですね。メガンテかな。いや、しかし遠いね。今ね、ワープしてからね、40分ぐらい経過してるね。まあ、宝箱、うわぁ。
ほとんど、まあ別に、そんなに欲しいのもなかったのでね。まあ、宝箱を無視まではいかんけど、ちょっと待って、ベホマ。まあ無視まではいけませんけど、出口を中心、優先的に、ね、探しておりました。この敵強いよ。140とかね、一発で持っていかれる。作戦、バッチリ頑張りしといて。いやー、強えな。まあ、ヤンガスに賢者の意志持たせたから、まあ今までだったら、あのね、意味のない恋味とかね、かけてたけど、まあ、それがなくなりました。おい、何にもねえのかい。マジか。ちょ待って、忍び走り効くかな。効かないと思うけどね。あ、ここかな。明るい。よし、寝た。オッケー。ああ、長かった。よし。こいつは実になんとも頑丈そうなもんでガスな。一体この先に何があるってんだが。だが困ったな。この門と来たら押しても引いても飽きやしねえじゃねえか。せっかくここまで来たってのに引き返すなんてなんとかならないもんかしら。トーポ君。おっと、開いちゃったよ。よく気が去ったな。ここは人と竜、二つの姿を持つ種族、竜人族の住む里じゃ。わしは竜人族の長老が一人、
グルーノと申す者。この里でのお前さんたちの案内役じゃ。何百年ぶりのことじゃってのう。我らの中にも人間を見て驚く者がいるじゃろうから、わしが付き添おうというわけじゃ。窮屈なこととは思うが、まあ我慢してくだされよ。我慢してやろう。ここは一体何なんじゃ。はい、入ってきちゃったぞ。これはどうしてこんなに荒れ果てておる。わしが旅立った時にはこんなのでは。オッケー、メダル。あれ、お前たちひょっとして人間なのか。はい。いや、そんなことはもうどうでもいいことだったな。滅びゆく我らにとっては。お主一体どうしたのじゃ。一体この里に何が起こったというのじゃ。あなたはグルーノ牢。そうか、戻ってきたのですね。しかしこんな時に帰ってくるとは。あなたも運がない。竜人族の最後を見届けることになるのだから。竜人族の最後じゃと。これはただごとではなさそうじゃ。よし、ピカよ、まずは他の長老たちに会って詳しい話を聞くとしようぞ。どうしたというのじゃ。いろんな話聞くのはね、次回にして、とりあえず長老に何があったのか聞いてみましょうね。長老って、ね、これはグルーノ牢。お久しぶりです。いつの間にお帰りになられたので。挨拶はいい。それよりも里のこのあれよはどういうことなんじゃ。いや、詳しい話は他の長老たちから聞くとしよう。よけ。あなたを通すのは構いませんが、お連れの方々、人間たちを会議場へ入れるわけにはいきませんよ。お前は竜人族の者たちはこんな時にまだそんなことを言っておるのか。責任はわしが取る。さっさとそこをどくがよい。そこまで言うのなら仕方ありませんね。わかりました。どうぞお通りください。ただし責任は取ってもらいますよ。何事だ。今は長老会議の最中だぞ。おお、そなたグルーノではないか。確かに我ら長老会議の一員グルーノ牢のようじゃな。よく帰ってきたの。うむ。いや、そんなことよりこの里の荒れようはどういうことか誰か説明してくれぬか。おいヒゲ、お前じゃ。そうか、あの儀式が行われたのはお主が里を出て行った後じゃったな。よかろう。ではあれからこの竜人族の里に何が起こったのか教えてやろう。お主が旅立った後すぐに我らが王である竜人王様は一つの決定を下されたのじゃ。それは我ら竜人族が持つ二つの姿のうち人間の姿を封じる儀式を行うというものじゃった。なんと、それはまことか。
そのような儀式が存在するとは。龍神王様はまず自らの身で封印の儀式を試すべく天の祭壇へと向かわれたのじゃ。そして祭壇は完成し、龍神王様は完全なる龍となったかに思えた。だがその儀式は失敗じゃった。お主も知っての通り、わしらが龍のままでいるのは激しく消耗する。封印の儀式とは、その消耗する体力を周囲のものと、とりわけ同じ龍神族から吸収していくというものだったのじゃ。こうしてわしらは龍神王様に体力を吸収され続け、龍神族の里は見る間に荒れ果てていったというわけだ。儀式の失敗に気づいた我々は龍神王様のもとへ行き、封印を解いてくださるようお願いしたのじゃ。しかし龍の姿のままでいることは龍神王様のお心にまで悪影響を及ぼしておったのじゃ。わしらが天の祭壇で見たものはすでに正気を失われ、凶暴な魔獣と化した龍神王様じゃった。龍神王様に攻撃されてわしらはなすすべもなく逃げるしかなかった。これが龍神族の里に起こった災いのすべてじゃ。どうじゃ、納得がいったかね。うむ、わしの留守の間によもやそんなことが起こっていようとは。ところでグルーのよ、先ほどから気になっていたのだが、お主の同行者を紹介してくれぬか。どうやら人間のようだが、いや別に人間を里に入れたことを咎めようというわけではないのだ。ただし起きて破りの干潮だけは免れぬぞ。よいな。おお、この者たちは暗黒神ラプソーンと戦う最強の戦士たち、ピカとその仲間たちじゃ。いや、もう戦ったぜ、ジアン。ピカというとあの時の。いや、それよりも暗黒神ラプソーンと戦っておるじゃと。それほどのものならば、わしらが話し合っていた役目にはぴったりなのでは。じゃがこのような危険な役目を関わりなき者に任せるわけには。ん？ピカよ、とにかく長老たちに挨拶してきてはどうじゃな。あれがピカだ。結局のところ龍神族とは人と龍両方の姿を持っているのが自然なのだな。それを無理にねじ曲げて人の姿を捨て去ろうとするからこのようなことになったのじゃ。おお、お前があのピカか。本当に立派になったものじゃな。知ってるのかばあちゃん、俺を。龍神王様を正気に戻す手段ないわけではないのじゃ。それは龍神王様と戦い倒すこと。さすれば龍神王様は人の姿に戻り正気を取り戻すはずなのじゃ。そこでわしらは最強の龍である龍神王様と戦う者を一族の中から選ぶ相談をしておったのじゃが、生命力を奪われ弱った龍神族の者では戦うはず、叶うはずがないという結論に達し、困っておったところなのじゃ。あれ？ばあちゃんみたいな二人いる。かつての戦いに加わりはしなかったが、暗黒神ラプソンの恐ろしさはわしらも知っておる。
知っておればこそ人のみであの暗黒神と戦う者がいるとはとても信じられぬ思いじゃ。ふむ、ということは竜神王様に勝りうる最強の戦士が必要なのだな。ならばピカたちこそが適任じゃろう。何しろ神鳥レティスに認められたも勇者たちなのだからな。なんとあのレティスに。なあピカよ、ラプソンを倒すという使命を背負ったお前たちに頼むのは気が引けるが、なんだこいつらまだラプソン倒したこと知らねえのか。それともここ竜神の里はラプソン倒す前に宿屋に泊まったら発生するイベントだったのか。だがここは一つわしの顔とこのモヒカンにかけてを立てて竜神王様と戦ってはもらえんじゃろうか。いやだピカよなあ、あまり早まった答えをするものではないぞ。これは竜神族の者たちに人間のことを認めさせる良い機会でもあるのじゃ。二つの種族の未来のためにもどうか頼まれてくれんか。わかった。おお、やってくれるのか。ならば今日のところはまず英気を養ってもらおう。さあわしの家に行こう。人間界から客人の口にも合う美味しいチーズ料理を振る舞おうぞ。チーズ料理だと？どこじゃ、ここか。ここじゃないのか。こっちは？この先は竜神王様がおられる天の祭壇へとつながっておる。今の疲れた体で戦いに赴くのはつらかろう。まずはわしのうちで休んでいこうぞ。どこでござるか。ここか。ここのようじゃ。グルーノ様、ああついにお帰りになられたのですね。ずっとお待ちしておりました。あ、うん、よく留守を守ってくれたようじゃな。今日は人間界からの客人をお連れしたのじゃ。丁重におもてなしするようにな。人間界の？ということはひょっとしてウィニア様の？いやそれは。そんなことより食事の支度をしておけ。おいしいチーズ料理を頼むぞ。はあ、チーズ料理ですか。かしこまりました。さあピカ、今晩は我が家でくつろいで行ってくれ。いやー、食った竜神族があんなチーズを好きだなんて意外だったでゲスね。まあうまかったから文句は言えねえでゲスけど、ちょっと食いすぎちまったよ。まったくのんきな男ね。そんなことより気になるのはあのグルーのおじさんよ。おじさんよ、あの人とはここで初めて会ったっていうのに妙に私たちのことに詳しくない？それもそうだが、俺はあの長老たちのピカに対する態度の方が気になったな。あ
あの態度はまるでピカのことを昔から知っているみたいだったじゃないか。足はそんなのこれっぽっちも感じなかったでゲスよ。考えすぎじゃねえのかい。でもまあそんな気になるならグルーのじいさんに直接聞いてみりゃいいでガスよ。それもそうね。ヤンガスもたまにはいいこと言うじゃない。あんた今鼻くそほじったでしょ。切腹よ。あのおじいさんが素直に話してくれるとも思えないが、とりあえず当たってみるとするか。宝箱がある。ね、厳重に取り締まっておりますね。はい、それでは、宝箱も開かないことですしね、今回はここまでに。おっとっとしておきます。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。